監督の後藤圭司です、よろしくお願いします。スクールと、もう一人一応主人公はクフィーがいるんですけれど、とりあえずデザインが上がってきてから、PV の方アイコンテとかを書いたので、勝手に性格とかいろいろ考えたりして、おとなしそうだけど本当はそうでもないというキャラクターかなと今のところは考えております。クフィーの方もまあアスクールと大体同じ感じでデザインありきで、前作の、クレル・リュミエルがやっぱ赤青だったんで、そういう対になる感じで、どっちかというと白黒的な2人にしたいなというので、色の方もこういう感じに作っていただきました。イベールの方は、こちらもそんなに基本的にはデザインのあれはお任せしたんですけど、まあ性格というかキャラクター的な立ち位置はエクリプスっぽいキャラで、もう少しクールというかちょっと厳しそうなキャラにしたいなというので、デザインの方もそんな感じでちょっとやってもらいました。ゾマの方はこれも前作で、エクリプスについてたメルクルディというキャラクター、まあこれは女の子だったんで、逆に男の子のそういうお付きというか秘書みたいなのを作ってもいいんじゃないかということで、こういうキャラクターを、出してみようということになりました。リトゥーシャと、もう一人後で出るパウクというの、前作でも PV を先に作って、まあ敵というわけじゃないですけど、そういう戦闘シーンに出てくるキャラクターが欲しいなということで、一応どっかの ES メンバーってことで、あまりない子供2人のペアというのでちょっといけたらなというのでやってもらいました。パウークの方もマリテューシャとペアということで、この2人はデザインというよりはちょっと名前でスタモンダーをして、あまり聞き慣れない名前にしたいということで、こういう名前を出してもらってこれに決めた感じです。メカの方で、ティホンという、ガードロボットになります。前作で、ドラシュラークというのが主人公についてたんですけれど、まあ、同じような立ち位置でガードロボットがやっぱり欲しいということで、ただやっぱり前作よりはちょっとパワーアップをさせたいということで、三段変形というのをこちらの方で、デザインの海老川さんの方にオーダーをして、馬形というのが間に入って、それなりなインパクトがちょっと出たかなと思っておりますが、PV で作画をしてみてえらい大変な目にあったのが、これはちょっと本編でこれをやるのは厳しいかなとかは今は思ってたりもするんですが、その辺も含めて、基本に関してはちょっといろいろ考えなきゃいけないのかなと思ってます。ミストラルの方で、やはり新主人公たちの戦艦ということで、前作の2人の、ラミューズにあたるものなんですけれど、やはり全く違う感じにしたい部分もありつつも、主人公たちが乗るということで多少インパクトみたいなのは欲しいなというオーダーをしたと思っております。多少続編ということで複雑なものに行くよりはちょっとシンプルな方向に行くのかなみたいな感じで、羽というか横についてるのが展開してビームなんかを打ったりするというギミックもあったりするんで、本編の方でもいろいろ面白くできたらなとかは思ってます。